旦作業中断してるんだけど、やっぱりこの肉厚ローラーのこの綿のやつがもう潰れちゃって、もう話にならないということで、また新しいの買ってこようかなと思います。ちょっと一旦中断です。はい、じゃあちょっとね、あのこれがね、なんと在庫1個しかないっていうことで、ちょっとこれ温存で、このちっちゃいやつですね、で粘っていこうと思います。でこれは新しくまた買いました。なんでかって言ったら、あれ古いやつどこ行ったっけ、あったあったあった。これなんかね、これが回っちゃうんだよね。ほらくるくるってくるくるって、何があったのか、なんかねこれがくるくる回ってね、すげえ使いづらいので、ちょっとこれ、まあ、どうせくず鉄屋持っていくからやめました。まあ、これもくず鉄屋持ってってゴミにしちゃえばいいかなって感じです。てなわけで、再開です。じゃあどう壁再開なんだけども、アイボリーよりかホワイトの方がいいね。でイエローもね、シナモンイエローは結構明るめの黄色で結構イメージ通りだったんだけど、やっぱり白をもうちょい
はい、今日5月15日の終わりですね。いやー、練り切らなかったペンキ。まあ一応こんな感じの色になってます。なんかもっと白と赤のコントラスト欲しかったんだけど、アイボリーが意外と白じゃねえ、クリーム色だからな。まあ一応これ動画でどう映るかだよね。だから白はもうちょい明るく映えてくれないと、黄色が同系色であんまり映えないっていうね。はい、こんな感じですっていう感じだよね。いや、困った。で、結局あれ下地だね。もともと青を塗ってあったから、その後青を塗ったとか汚いとかそういうものがあったから、その下地の色はね、全部塗装が薄いところは出ちゃってるんだわ。で、西日でアイボリーはほぼ黄色っていうかクリーム色になっちゃうし、いやでもまあいいコントラスト出てんじゃない。そしてアペマンペンキの中に水没という事件ですね。はい、いやでも駆け足で塗りましたね。いやでもまあなかなかじゃない、なかなかじゃん。まあなかなかだよ。窓の上ちょっと塗りこぼしあるけど、ちょっと厚塗りしすぎてペンキが足りません。10リットルのペンキなんだけど、余裕で塗れる計算なんだけど、余裕で塗れません。ちょっと厚塗りしすぎました。やっぱり下が青い、そもそものトタンの塗装してるから、あんまり薄いとね、青が出ちゃうんよね。だからちょっと厚塗りしなくちゃダメでした。はい、いやー、まあこんな感じです。まああとあれ、角波トタン用の分厚いローラーじゃないともう塗っていけないんで、ちょっとそれ買ってきます。